ニューエデンニュース。あなたをちょっと助けたい。ミルドット魔法ショップの提供でお送りします。おはようございます。ニューエデン各地で起こる様々な情報をお届けします。まずは、西の都に出没する海賊のお知らせです。西の都方面の海域で、海賊の目撃情報が多数寄せられています。大型の船が3杯、沖合の方で確認されています。現在、冒険者ギルドでは、海賊撃退の依頼が掲示板に掲載され始めました。依頼を受けられる条件として、海賊撃退経験者のみとの記載があります。詳細を知りたい方は、ギルドの窓口にてお声掛けくださいとのことです。続いてのニュースです。ミサのお知らせです。来月、港町ゴートウルフの教会にて開催される集会で、ミサが行われます。この日のために、学校の生徒が聖歌の練習をしているそうで、ぜひ参加してほしいとのことです。ゴートウルフの住民の皆様は、ご予定をご確認ください。最後に、ニューエデントピックスです。ニューエデンで今一番注目されるものをご紹介いたします。バザーで非常に珍しい東洋のからくり人形がお披露目されました。週末に行われたバザーの展示コーナーでは、鍛冶屋であるムルキベルさんが制作したからくり人形が注目を集めていました。両手に持ったお盆に茶の入った湯飲みを乗せて運んでくれるという東洋のからくり人形です。そのからくりからインスパイアを受け、ムルキベルさんのオリジナルの人形には足に小さな車輪がついており、より素早くお茶を運べるようになっています。作者のムルキベルさんになぜ人形に車輪をつけたのかをインタビューしたところ、前にお茶くみ人形を作ったことがあったのだ。ゆっくり動く姿も可愛いけど、素早く動くお茶くみ人形がいたって面白いだろ?とコメントをいただきました。以上、ここまでがニューエデンニュースでした。この後は交通情報をお伝えします。交通情報センターからお送りいたします。交通情報。まずは交通規制のお知らせです。明日、ゴートウルフの平民街で大司祭の演説会があります。そのため、演説会開始の正午から14時までは、平民街の通路を一時的に封鎖いたします。お気をつけください。最後に、橋の工事のお知らせです。アカデミーと港の倉庫街をつなぐ橋の修繕工事が始まります。橋の柵が一部老朽化しており、その修復作業が明日の朝7時から開始します。橋の通行は可能ですが、通行の際には作業員の指示に従い、十分にお気をつけてお通りください。以上、ここまでが交通情報のお知らせでした。この後は天気予報です。ここからは、ニューエデン各地の天気予報をお伝えしていきます。ニューエデン全域に、大寒波がやってきます。予想では、海洋方面、山岳でのみ雪が降る可能性が高いとされています。しかし、昼頃から夜にかけて、雪が降る範囲が広がる恐れがあります。普段あまり雪の降らない地域でも、雪が降る可能性があり、早めの備えが必要です。気温もぐっと下がる予報で、火山島の町などでも、朝は霜が降りるなど、氷が張るほどの寒さになります。石畳などの路面の凍結などにも注意が必要です。以上、ここまでが天気予報でした。続いては CM です。
包丁って使い続けていると切れ味が落ちちゃうのよね。研ぎ石で包丁を研ぐのも自分じゃうまくいかないし、使えなくなるたびに包丁を買い替えるのは嫌だし、どこかに手入れの簡単な包丁はないかしら。そんなお困りの奥さんにはこちら、水洗いをするたびに切れ味が良くなる包丁、ウォーターシャープです。こちらは特殊な魔力のこもった鉱石を使って作られている世にも珍しい包丁。どれだけ硬いものや粘ついたものを切った後でも水洗いをすれば買ったばかりの切れ味に戻ってくれる超お助けアイテム。水洗いするだけで包丁が研げるの？もちろん、洗剤と一緒に使ってもらっても効果は変わりありません。そんなに便利な包丁があるなんて、これでもうトマトが切りにくくて困っちゃうこともないわね。水洗いするたびに切れ味が良くなる包丁、ウォーターシャープ、ミルドットでしか手に入らない。皆様お早めに。以上、ここまではニューエデンニュース、提供はあなたをちょっと助けたいミルドットでした。